行こう。富山、富山のサッカーを熱く盛り上げる番組キックオフ富山。森さん、連日暑いですが、こんな時こそ食べたい夏メニューとかってありますか？はい、自分は暑い日はザルラーメンが食べたくなってよく食べてます。私も毎年必ず食べてます。元気もらえますよね。はい、そんなザルラーメンとカターレの試合で暑い夏を乗り越えましょう。ノーカターレノーライフ。直近4試合連続で無失点が続くカターレ、今シーズン J3 リーグトップの守備力で勝ち点を積み上げたいところ。試合開始早々、自陣でボールを奪うと相手の隙を突くカウンター攻撃。高橋から薄井、しかしこれはタイミングが合いません。さらにクリアしたボールに反応して飛び出した薄井がキーパーと1対1、惜しいシーンが続きます。これは決めたかったですね。そして前半28分、椎名のクロスがペナルティーエリア内で相手の選手の手に当たり PK を獲得。これをキャプテン吉平が冷静に決めて先制。椎名がうまく相手の最終ラインの背後を取って、吉平が落ち着いて決めてくれました。1点リードで迎えた後半、ゴール前に迫りくる岩手に神山が鉄壁のディフェンス。頼れるセンターバックが岩手の攻撃をことごとく阻止します。神山効いてますね。盤石の守備を後押しに、カターレは3人を入れ替え追加点を狙います。ゴール前に飛び出した井上、今度は末木のクロスに松本、そしてフリーでゴール前に走り込む高橋。追加点欲しかったですね。最後まで果敢に攻めたカターレ、追加点とはなりませんでしたがアウェーで勝利。2連勝で勝ち点3をつかみました。森泰次郎のカターレ熱視線。カターレは直近7戦負けなし、そして5試合連続無失点ってすごいですよね。すごいですね。昨シーズンの同時期に比べて失点が減っているんですけど、今シーズンはペナルティーエリア内で相手をフリーにする機会が少ないのと、シュートチャンスになっても最後まで諦めずに足を出して相手のシュートチャンスを防いでいるのが要因だと思います。どうしても点を取る選手に目が行きがちですが、ディフェンダー陣も要チェックですね。はい。そして4位から6位が勝ち点36で並びましたが、得失点差で上回り、カターレは4位に浮上です。さて今回は練習後のこの選手にお越しいただきました、鍋田敦史選手です。よろしくお願いします。お願いします。鍋田選手は今シーズンルヴァンカップ1回戦の山形戦で初出場、リーグ戦の初出場はアウェー長野戦で、後半から途中出場でしたがいかがでしたか？0対2で負けてて、川上さんも負傷したので、何としても勝ちたいなと思って試合をしてました。森さんは鍋田選手の活躍どう見てますか？闘志あふれるプレーで流れを引き寄せてくれたかなと思います。うん、そして7月に入って先発フル出場続いていますがいかがでしょうか？毎試合緊張しながらやってます。ちょっとなんか意外な反応。そうですね、まあ、失点が今カタールすごい少ないですけど、はい、なんか意識してることとかありますか？週明けのミーティングで振り返りとかしてる時に、もうちょっとスライドしたら守れたみたいな感じのことは結構振り返りであったので、自分はそれを意識してマークとかをはっきりさせるようにはしてます。鍋田選手のことを語れないで聞くと、みんな筋肉がすごいっていう風に。いや、まあそうですね、なんかかっこいい体をキープしたいなっていうか。今一押しの筋肉見せられる程度の、そんなです。無理ですかね。でも見せるためにやってるっていう。いやー、見せる、まあ自己満ですね、完全に。筋肉と話したりするんですか？いや、さすがにそこまではしてないですね。カタールの選手でいうと、なんか一緒に過ごす選手とかはいますか？大迫さんとサウナに行きました。どんな話するんですか？
ちょうど車買い替えたタイミングだったんで、車の話とか。結構じゃあ男気あふれる感じですか？はい、でもめっちゃ優しいです。漫画がお好きという話を聞いたんですけど。有名なワンピースとキングダムは好きです。松本選手もワンピース好きって言ってて、伊藤選手もキングダム好きっていう話。はい、今キングダムとワンピースが出た時に話してます、2人と。結構もうじゃあ知ってるとこまで知ってる感じですか？同じぐらい知ってるんで多分楽しいです。さらに鍋田選手のプライベートを深掘りしていきたいと思います。ドキドキボックスです。イエイ。まず1個目お願いします。はい、カラオケのお箱のサビを歌ってください。来ました。森さん待ってましたね。これ来ましたね、ついに。カラオケとかは普段あんまり行かないですね。行かないですかね。カタールのちゃんととかどうですか？俺を熱くさせろ。続きはチューリップテレビのホームページでフルバージョンをご覧ください。 J2 昇格に向けて、どんどん勝たなくちゃいけないので、しっかり勝てるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。明治安田 J リーグコナミ月間 MVP6 月度が発表されました。月間 MVP はご覧の選手が受賞。月間ベストゴール、月間優秀監督賞、月間ヤングプレイヤー賞の受賞者はご覧の方々です。カターレハッピータイムです。伊藤匠くん、匠くんお誕生日おめでとう。持ち前の天然キャラでいつも笑わせてもらっています。たくさんゴールを決めてチームを勝利に導いてください。大山武蔵より。松本光平くん、松くんお誕生日おめでとうございます。松くんのサッカーに取り組む姿勢や食事に気を使っているところなど尊敬しています。またワンピースの考察話しましょうね。鍋田敦史より。ここからは目指せサッカー王国富山。今回は富山の女子サッカーの頂上決戦をお届けします。どのチームが栄冠をつかんだのでしょう。今月21日に行われた皇后杯全日本女子サッカー選手権富山県大会の決勝、勝った方が北信越大会に進みます。2年連続で富山新庄ライズと富山レディースの戦いとなりました。去年は PK 戦までもつれた末、富山新庄ライズが勝利。今年はどちらのチームが栄冠を手にするのでしょうか。前半立ち上がり、ペースを握ったのは白の富山レディース。サイドからドリブルで積極果敢に仕掛け、相手ゴールを脅かします。その勢いのまま前半4分、ペナルティーエリアの外からスーパーゴールで先制します。スーパーゴールでしたね。一方、劣勢に立たされた去年の女王富山新庄ライズも前半の半ばから徐々に流れをつかみ始めます。すると前半終了間際、角度のないところから左足を振り抜いた値千金の同点ゴール。ここで前半終了。01確保してたけどよく追いついてる。富山新庄ライズとしてはこの流れに乗りたいところでしたが、後半立ち上がり、富山レディースがこぼれ球を流し込み勝ち越しゴール。流れを自分たちに戻していきましたね。その後も富山レディースが2点を追加し、最終的に4対1で富山レディースが勝利。富山ナンバーワンの栄冠を手にしました。前半でちょっと厳しい状況だったんで、自分個人的には2点取れたんで、また点決めれるようにやっていきたいと思います。新庄ライズさんとの試合はいつも厳しい試合になるっていうので、その中でも落ち着いて全員で戦って最後いい結果を収められたと思います。北信越でもナンバーワンになれるようなチームになっていきたいと思います。いや、激しい戦いでしたね。はい、決勝の緊張する中でも富山レディースの方が落ち着いてプレーできていたと思います。次のラウンド北信越大会は来月末から始まります。
ここからはみんなのサッカー情報です。来月2日、県総でサッカースタジアム建設のワークショップが行われます。皆さんの意見をお聞かせください。また来月10日、小学1年生から4年生を対象としたサッカーの交流イベントが行われます。ぜひご参加ください。詳しくは富山県サッカー協会のホームページをご覧ください。カターレは今日この後午後6時から県総で長野と対戦します。観戦チケットは J リーグチケットでお買い求めください。皆さんの応援でホーム負けなしのカターレ、躍動する選手たちをスタジアムで応援しましょう。カターレは今日の試合の後2週間のサマーブレイクに入ります、はい、選手たちにはしっかり英気を養ってもらいたいです。そして来週も放送時間が変わります。午後2時半からです。お間違いなく。それでは来週もキックオフ富山。